君主にして国家元首。同国において最も高い地位である。歴代君主を輩出してきたブーサイード朝は1749年からオマーンを支配しており、現在のスルターンであるハイサム・ビンターリク・アルサイードは2020年1月11日からその地位にある。2020年1月11日、新しいスルタンであるハイサム・ビンターリクは 国家の基本法を変更し、将来的な継承の安定化を目的として、手続きを図式化した。改定に基づき、継承権1位は、法定推定相続人となるスルターンの長男となる。死去などによりスルターンの長男が、もう存在しない場合、継承権1位はその長男に移る。法定推定相続人に男子がいない場合、継承権は、兄弟の長男に移される。 法定推定相続人に兄弟がいない場合、継承権は徴用の序に従い、兄弟の長男の男子に移る。法定推定相続人に兄弟が存在しない場合、継承法第2条の規定により、継承権はおじとその男子に移る。状態。また、推定相続人はムスリムで、オマーンのムスリムである両親から生まれた着室の男子でなければならないとも定められた。 継承法第3条では、21歳未満の者に権力の移転が行われる場合、スルターンの権限は、先代スルターンの医師によって任命された、信託理事会によって対抗される。事情によりスルターンの死去の前に信託理事会が任命されなかった場合、先代スルターンの兄弟から一人、いとこからの二人の、計三人で構成される、王室評議会が、 新宅理事会を任命する。新宅理事会の制度は直例で定める。第7条では法定推定相続人の任命時に王室政令により法定推定相続人に割り当てられる権限と特権及び義務を引き継ぐことが規定されている。法定推定相続人はその特権と義務を行使する前にスルターンの前で宣誓するものとする。第8条では スルターンが一時的にその権限を行使することができない場合、法定推定相続人がその権限を代行するとしている。この継承法に基づき、ハイサム・ビン・ターリクの長男であるディ・アザン・ビン・ハイサムが法定推定相続人に指名された。ありがとうございます。